業コンサートに向けたレッスンをしてきて、でさっきお家帰ってきて、でまいちゃんのお誕生日ポストをさせてして、で小平寺の前にもう一個お仕事があるので、そのお仕事までにちょっとだけお時間があるので、お昼配信ゲリラでちょっとしよっかなと思って始めました。今日もね、湿度雨上がりだからさ、髪がパヤパヤしてて悲しい。そうだからさっきね、まいちゃんのめちゃくちゃ可愛い写真をポストしたので、ぜひ見てください。初心者カメラやけど初心者カメラで撮った写真をポストしたので見てね。設定の仕方とかマジで分からんすぎて、分かってない漫画撮ったど素人カメラで申し訳ないんですけど、まいちゃんの可愛い写真をポストしたので見てください。メンバーの写真撮るの好きすぎる。なので今日はゲリラで夜もしようと思うので、そんなに長くはしないんですけど、ちょっとみんなと話せたらなと思って。そう、お昼配信ゲリラだけど、ありがとう来てくれて。今日は朝ヨーグルトを食べて、さっきなんだっけ、春巻きを食べました。春巻きなんかどうしても春巻きがなんか食べたくなって春巻きを食べちゃった。ローソンのタケノコと豚肉の五目春巻き五目春巻き食べた。パリパリで美味しかったです。ギフトありがとうございます。ブラピーさん応援してる。おだやんさんピカピカ。ゼータンさん花束。ゆきさん、としきさん、つりきちさん、 BBB さん、サイダーさんピカピカ。鈴木さん、だるま。ナーラブさん、レインボースター。アスパラさん、タカさん、 BBB さん、赤サゴーさん、ピカピカ。タカさんお疲れ。BBB さんハート。トシヤさんバラ。カズさん結婚してありがとう。こんにちは。皆さんお仕事の休憩中とか、お昼休憩中とかかな、見に来てくださってありがとうございます。レッスンお疲れ様、ありがとう。踊ってきたよ。やっぱひなさんの卒コンならではって感じで、可愛い曲を踊ってきました。まいちゃんの写真見て、超可愛いから。この前のドラさんイベントの時に撮った写真です。反射しちゃう、可愛い。めっちゃやっぱ画質はさ、いい、あの 4K とかじゃないやつなんだけど、可愛くてとっても可愛いので、見ていいねとかリポストお願いします。カメラ1台提供したい。もう逆にもらいたいすごいね、いっぱいあるの尊敬する。カメラの設定の仕掛けとか分かんなくて理解してない。3日ぶりの空波ありがとう、見に来てくれて。こんにちは。お昼にね来てくれてありがとう。お、休憩中に見れるの嬉しい。だってありがとう。こんにちは。バイキングライズ、今日攻撃イベントの日だからシールド貼っといた方がいい。ありがとう。そうだよね、この前コメントしてね、
チャットでファンの方々がさね、書いとって、あ、それもシールドしないとって思ってたけど、今日はですね、ありがとう教えてくれて、シールド貼ろう。 BBB さんありがとう、ハート、はるかちゃんハート、ヘルムビーゲさんバラ、ひろし BKK さんピカピカ、ひたんちさんごうさんかわいい、ありがとう。そう、少しでも見に来てくれてありがとうございます、嬉しい。ワイキングライズ、みんなぜひ入ってね、そらはの、何でしたっけ、同盟、もうウェルカムウェルカムウェルカムだから、みんなが入ってきてくださるの待ってます。新井さんお疲れ、カズさんかわいい、ひたちさんごうさんかわいい、ありがとう。そう、かわいい系を取ってきた。たかさんラブレターありがとう。あきもさんピカピカありがとう。持ち物バーグ、オッケー、シールド貼れた、オッケーオッケー。アイドル大好きさんピカピカありがとう。マイケルの写真保存した、嬉しい、ありがとう。あのさっき、あ、まだメール届いてないかな、さっきマイちゃんのお誕生日おめでとうっていうメールも送ったので、届くの楽しみにしてください。もうマイちゃん愛にあふれてます。今日もね、毎、そのさ、何番か分かんないんだけど、ちゃんとね、もう0時00分になった瞬間パチーって送信押して、そう、舞ちゃんと今も連絡取ってるんですけど、そう、今日は舞ちゃんね、お仕事で、そう、前々からねこの日はお仕事なんだって聞いてたのであれなんですけど、そう、今日舞ちゃんに会えてないよ。ソラハカメラユキでした、ありがとう。絶対でもさ、ソラハ、ソラハカメラじゃないあのカメコ STU とかでさ、こう STU のコンサートとかライブに入ってカメコしてくださってる方からしたらさ、もうレタッチも下手くそで、画質も 4K?4K じゃないしね、色味ももっとこうした方がいいよとかあるかもしれないのに、そんな褒めてくれてありがとう。ヨースキス、誰か教えてください、使い方。カメラ初心者すぎて何も分かっていないので。はじめだよさん偉い、崎山さん応援してる、かいさんピカピカありがとう。そうだよ、昨日はゆりさんとお出かけに行ってきました。一昨日もご飯行って、でもまだ見てない方はぜひ見てほしいんですけど、ゆりさんのインスタストーリー、あとどのぐらいで消えちゃうの、24時間で消えちゃうんですけど、ゆりさんのインスタストーリーに載っていたそうなので、ぜひ見てください、インスタストーリー。はじめみんな初心者だから、優しい。でもこの前本当にいっぱい撮ったんですよ。それこそドラさんイベントのそうだけど、みちさんの卒業コンサートの時もいっぱい写真撮りました。やんちゃん、さあやん、私携帯と iPad Pro しかないからさ、何、携帯か iPad Pro しかないから、それで何のアプリを使ってこう加工したらいいのかが全然わかんなくて、もう初心者なりになんかしてるんですけど、なんかおすすめのアプリ、パソコン持ってないからあれなんですけど、 iPad Pro とか
iPhone からできそうなアプリとかあったら教えてください。大喜びねえ。分からんよね、難しいよね、本当に難しい。だってさ、やっぱカメラいいのでも加工がダメだったりとかしたらダメに見えちゃうじゃん、せっかくの。だからやっぱみんなパソコンカシャ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 、パソコンとかで色味なんかやっとるよねきっと。ありがたい、いつもいつも素敵なお写真を撮ってくださって。おやじさん、まさきさん、ハートありがとう。ほらもうちょっと頑張ります。おとといと昨日ね、ゆりさんにお会いしてちょっとダイエットモチベが上がったので。あとカメコ写真見て、うわー、なんか顔がパンパンだーってなって、うおーってなったので、いっぱい保存してますよ。もっと輪郭をはっきりさせたいよね、お顔の。頑張ります。全員写真の中の私、ちょっとほら、あのほっぺたの肉がある、ちょっと悲しい。でもこの髪型なんか似合ってるっていうか、いい気がする、めっちゃ。わかんない、なんか自分が似合うって思ってもさ、あのこう何ファンの方がいいと思うとは限らないじゃないですか。まとめ髪でもいい気がした。夏好きのお洋服大好き、かわいい、いっぱい保存させていただいてます、ありがとう。とてもかわいく撮ってくれて嬉しい。めっちゃ楽しそうに踊ってる自分アンナちゃん尊い、123応援してる、ありがとう。ね、めっちゃいい笑顔してる、めっちゃ楽しいもん踊るの、マジで。アイドル何、天性だと思う、天職か、まあ、だと思う。こんにちは。お顔が小さく見えるような撮り方してくださってる、この角度撮ってくれてるの嬉しすぎて、結構私めっちゃやったんですよ、結構出たから撮ってくれてるの嬉しかった。いっぱいみんなハッシュタグシナの空派で調べたら、あのカメコでね上げてくださっているお写真がたくさんあるので、あの私がいいねできない代わりに皆様がいいねとかリポストとかしてくださるととってもとってもありがたいです。お願いします。タンタンさんピカピカ、モビさんハート、ターボーさんハート、ありがとうございます。そう、ニコ生さんでね、あのこの前配信があって、アーカイブもあるので見てね、いっぱい。123ハートありがとう。東京では昨日瀬戸チャレ最終回、そうですよね、1週間遅れっていうか、見てくれたかな瀬戸チャレ関東の皆さん。セトチャレ、ラストセトチャレ見てくれてたら嬉しいな。まだね録画してるけど見てないよって方はぜひ見たらね、ハッシュタグセトチャレとかで、ハッシュタグ空通信で、あの感想待ってます。大号泣です。もみさんピカピカ、はじめだよさんありがとう。プレミアムを撮影できたらいいのに、確かにね。でもいっぱい目に焼き付けてください、空派からの。
レスとかパフォーマンスを。もちろんカメラでね残してさ、それをね自分のものにしたらいいのに、みんなに共有してくれるっていう、もう最高すぎるんですけど、その席によってねその良さがあるから、人にね合う合わないとかもあるし、めっちゃ写真撮りたいって方はカメコの方がいいし、でも生で抑えたいっていう人は何そういう席ね、カメコとかじゃない席の方がいいし。うわ、博多駅用に家用にたくさんお土産を買って帰ります。いいなーいいなー、博多駅最高。私お土産コーナー大好き。駅とかもう東京駅とかは結構何度も利用してるけど、何度あのお土産コーナー行ってもワクワクするし楽しいめっちゃ楽しい。はじめだよさんありがとう。だってこちらこそありがとう、素敵に撮ってくださって。ソラハカメラめっちゃうますぎるよ。嬉しいね、ポストしてくださってたよね、コメントとかありがとうございます。もうね、舞ちゃんの元が良すぎるのでそう見えるだけであって、私の技術はもう何もないのでありがたい。可愛い舞ちゃんも空も世界に広めました。でもカメラそうだよ、難しいよ。だからさ本当にさ、その遠征してくださる方とかさ、新幹線でさ泊まる準備プラスカメラとか、もちろんパソコンとかさ、すごいよね。遠征費もかかるのにカメラのね、そのなんかレンズとかさ、いろいろあってすごいです。ありがたい。確かにね、現場とかでね、でも動パフォーマンスしてる時を撮るってむずいよね。めちゃむずじゃない？次どこ行くかわからんやん、フォーメーションとかね、すごいよ。あと中途半端なお顔とかじゃなくてさ、ちゃんとしてるとこのお顔撮るの難しい。やからもうガシャ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 、電車でいっぱい撮れるやつ撮ったりするのかな。ララバイさんピカピカ、おっさんずさむさん、ありがとう。シェンロンさんピカピカありがとうございます。お土産、そうだよ皆さん、本日の17時5分からは恋ラジでございます。新年度一発目の恋ラジ、そしてねありがたいことにね、昨年度まではね毎週木曜日出演させていただいてたんですけど、今年度からはパセゆなゆな、リコチ、そして私の4人で木曜日をね担当させていただいて回らすことになったので、毎週ではなくなるのでね、そらはが出演する回は絶対にお便り送ってくださると嬉しいです。本当にね放送始まるギリギリまでお便り受付中ですので、ぜひ送ってくださると嬉しい。よろしくお願いします。一番多い木曜日にしましょう。ヤオさんハートありがとう。あ、座席と座席の間が広かった。確かになんか狭い狭いっていうかね、近めなところとかもあるしね、余裕があったのは嬉しい。ではそろそろ配信終わろうかな。ゲリラで配信させていただいたんですけど、また本日も夜もしますので、夜も見に来てくださると嬉しいです。では壇上を呼びます。13位ザキヤマさん、12位新井さん、11位ヒロシ BKK さん、11位リキチさん、9位アスパラさん、8位サイダーさん、7位モビさん、6位はじめだよさん、5位ヘルムビーゲさん、4位としきさん、3位 BBB さん、にたかさん、そして1位はナーラブさん、ありがとうございました。
BBB さんハート、高圭さんお疲れとび、ピカピカありがとう。この後お仕事できます。皆さんも午後からのお仕事も頑張ってください。お仕事残り、まあ、恋ラジともう一つ頑張ってきます。みんなも頑張ってね。今日乗り越えて明日も乗り越えたら土曜日で、え、そう、みんなあれもまた言うんですけど、バスケ4月7日日曜日バスケ待ってます。香川で待ってます。フリースローするのかな。バスケのね、バスケットボール触るの本当久しぶりだけど、4月7日も香川県にてお待ちしてます。では皆さん午後からもお仕事頑張ってください。ではバイチャラポー、またね、ありがとうございました。